どうも、こまでーす。サラリーマン死、やっていきましょう。死ぬんかな？サラリーマンが死ぬ話かな？やっていきたいと思います。おー、2匹できるやん。ちゃんちゃんいる？いい暇。はい、一人でやっていきたいと思います。ニューゲームで。おー、死って文字が。おー、出社してるんかな？これは。出社する話かな？サラリーマンが。一応 2D のアクションゲームで、マリオみたいな感じと、こんな感じ、こんな感じ。これクリボー、これクリボーね。はい。お金集めてるけど。サラリーマンが、出社のついでにお金集めてるけど、いいんですかこれ。だいぶ、なんか、所得税がなんちゃらかんちゃらになるんじゃないの？副業って20万以上稼いだ、なんか国に金払わなあかんやろ。なんか、持っちゃったけどね、これ。投げれる。これ上に当てたら、なんか、あえてもらえる？ええ、いいよ。基本的にお金しかない。はいはいはい。うわ、気持ち悪い。エスカルゴや。食べる？出社前に食べていく？はい。いいよ。いや、本当はね、今日、ロックマン雑談実況変える変える変える。かわいい。ロックマン雑談実況やるつもりだったんやけどね。なんかうまいこと喋れへんけど、ボズになったんですよね。で、代わりにこれやってます。はい。はい。OK。ホールド。ホールド。ホールドデータいいこれ。おー、中出た、中出た。アイテムゲットした。これ自分のカバン？自分のカバンをこんなところに置いとくのどうかと思うで。こういう感じね。オッケーオッケー。理解した。あ、もうこれ分かったね。これどうせ右上ショートカットいけるやろ。もう僕レベルになったらショートカットいけるから。はい。こういうことだね。ほーら。アイテムあったやろ。アイテムある言うたやろね、これ。電話？最近さ、なんかネットニュースで見たんやけど、みんなこのま、ファックス？テレポートしたけど。はい、何ですかこれ。とりあえず上のボックスなんかあるかな。えい。おー、コーヒーコーヒーコーヒー。ありがとうございます。コーヒーもらえるわ、お金もらえるわ。どうなってんこの世界。これなんかお金ってショップとかあるんかな。よし。基本的に、あれか。物投げつけな。あの段ボール破壊できるのか。で、これファックスで戻れると。おー。ファックスってみんな使ったことある？僕家で使ったことなくて、前の会社で一回使ったことあるよね。おい、小村、このファックスで、このなんちゃらなんちゃらをファックスして、別の会社に送っといてくれ、みたいなこと言われたよね。わかりました、つって、ちょっとファックスの使い方わからへんかったからさ、なんか上司に聞くと送られるからさ、自分でファックスの使い方調べてファックス送ったんよ。おぉ、あの早いダメージ当たるんかよ。ごめん、超ちゃった。早いとか言っちゃった。ごめんなさい。これ滑れんの？で、ファックス使ってさ、なぜやったのさ、ファックス使って相手先になんか、何か報告メールみたいなの送ったんよな。その後にファックスをちゃんと送れてるかどうか電話しろって言われたんよ。意味わからんくない？じゃあもうそれ電話で伝えたらええやんってなるやん。電話の方が口頭っていうか、まあ実際に喋ってるやんからさ、確実っちゃ確実やん。まあファックスとか証拠を残してるんかな。カバンが変わりました。その二度手間ないねんと思ったね。あー、ちょっと待って。あ、カバンの種類変わった。これで、ジャンプ。あー、跳ねへんのか。上に乗れるんか。すげえ、これどういう構造？そのカバン何でできてんの？どうやって飛ばしてんの？で、次はまた上にファックスあるかな。はい。あ、ないわ。なかったわ。やばい、時間がない。時間が、制限時間があと100秒もないぞ。ゴールできるか、これ。オッケー、ナイス。さっきちょっと喋ろうとしたけどさ、みんなこのマーク何かわかる？最近の子はさ、このマークが何かわからへんらしい。なんか、新聞でこのマーク使うのをやめるみたいなニュース見たんよね。みんなこれ分かるやんな。これ電話です。若い子はこれが電話って分からへんらしいで。あ、ごめん、ベンチ壊しちゃった。マスターごめんなさい。やべ、これ怒られる？ボス乗っちゃったけど、怒られそう。一般市民が見てたらあれちゃん、あのスーツの、あの会社のあのスーツ着てるやつが、ベンチ壊しましたよって。めっちゃクレーム来るかもしれん、会社に。いやー、出社したくない。そういうの想像して、もう出社する気なくすような。こうやって打つができるやん、現代社会って。てか、バス乗ったのにバス降りてるやん。どういうこと？バス停からバス停乗り継いでんの、こいつ。はい。バス乗ったら、それ直通で会社まで行けよ。
か普通のアクションゲームだな。普通に楽しいわ。はい。このバッグは2種類あるわけね。出勤途中でバッグを入れ替えるんやな。セレブやな。この跳ねる方がちょっと使いにくいな。はい。OK。あ、怖っ。あー投入飲みます。まあまあ、出勤してたらこういうこともあるよ。出勤ってやな、意外と命がけやからね、ちょっと。まだ学生の皆さんわからんかもしれん、今日も。カエル踏み潰すとかさ、経験したことあるみんな。僕ないんやけどさ、あ、ていうか、この前さ、僕、基本的に、車通勤してるんですけど、なんか、道路の真ん中でさ、カエルが踏み潰されてんのを見てしまってさ、割とトラウマやねんけど。結構田舎ってさ、でかいカエルがいるよね、稀に。そう、でかいカエルが踏み潰されてるのとか、稀に見るんよ。もう内臓を吐き出しながらペシャンコになってたんですよね。あれはもうトラウマやね。もうなんか、子供の頃も一回見たことあるよね。あれは、ちょっとな、悲しくなる。おー、出た。ファックス入りまーす。ファックスって今の子わかるんかな？はい。このゲームやったらもうファックスの使い方ってそういうもんなんて勘違いするかもしれんな。ファックスってこの人と人とをワープさせる機能なんかみたいな。昔の電話にはこんなにくっついてたのかっていうのあるよね。そういう勘違いしちゃうことあるんじゃないでしょうか。はい。ね、喋るとしてたんだっけ。今回あんま僕喋れへんと思うで。だってもう雑談実況一回ボツにして今日あかんなって言ってこれ撮り始めてるからさ。割と適当に喋ってるから今回ちょっとひどい動画になるかもしれないけど、まあそういうのもええやん。はい、じゃあよーよーと、ここ、こいつ歩いて出社してるすごいな。僕車通勤しかしたことないからさ、歩いて出社とか暇ちゃう。電車よりはマシか。電車とかマジよく辛いと思う。毎日痴漢免罪になるんじゃないかっていう恐怖心あるよね。逆に女の人は痴漢されるんじゃないかっていう恐怖心もあるよな。マジで痴漢って癖やね。それもこれも痴漢し始めたやつが悪いね。あれ？犯罪者ってさ、そういう健常な普通な人の迷惑になるからさっさと滅んでほしいよ。ウェイ。他人のケツ触って何が楽しいねって思うよね。オッケー。ごめんね。そのケツでベンチ破壊しちゃった。こいつ、行く先々でベンチ破壊する気か？この職場でさ、たまにケツ触られるけどさ、あれマジで不快やねんけど。セクハラって言ったらようかなって思うけどさ。ね、そこまでするほどでもないなって思って、やめてる。ただもう心の中で僕の、ね、行動次第ではお前はクビになんねんぞっていう妄想をしながらね。お前の生殺与奪はこっちが握ってんねんぞって思いながら、いつも日々を過ごしてます。泳げるんや、君。やるね。スーツで泳げるのすごくない？スーツで出社も嫌やな。今の時代、今の季節とかも暑くてしゃあないやろ。思いっきりもう僕半袖でもう袖ないんじゃないかっていうぐらいの半袖の服着てさ、出勤してるけど、もう車降りて会社行くまでの道のりだけでさ、もう汗だくになるんですよね。なんかスーツでも着ちゃったら熱中症になりますよ。みんなマスクしてるぞ、やば。熱中症対策で、マスク外しましょうとか、そういうのあるやん、なんか。マスク外したところで熱中症対策、痛い。マスクするしないでそんななんか違いあんの？僕はもう全然違いを感じんな。そんなに息苦、まあ多少は息苦しいあるけどさ。マスク外したから涼しいなんて思ったこともないし、マスクしてるから暑いと思ったこともないからさ。だから僕マスクは基本外さへんねんけどさ。そんな変わるもんなんですかね。コーヒー、こう、個性っぽいのかもしかして。こうなんか、最近は逆にもうマスクそろそろ外すよみたいな風潮がネットであるんですよね。その風潮が出てきた途端また東京でコロナが増えたからさ。難しいよな。やっぱなんかマスクって効果あるんかなって若干思ってる。痛い。結構なんか急にジャンプができひんな。人間同士やな。急にジャンプってできひんよね、人間。いきなりジャンプしようってやったら無理じゃん。無理やわ。僕がジャンプすることによって、地球にダメージいくんじゃないかってちょっと想像しちゃうと怖くて無理やね。はい。あー、そいつ踏み潰れんのか。
なんでやねん。なんで、このテントウムシ、カタツムリは踏みつぶせんのに、魚は踏みつぶせんのに。はい。魚、あのさ、最近さ、親戚の5歳児が、最近ずっとうちで飯食ってんねんけど、鮭が食卓に並んだんよ。まあ食べたい人食べてぐらいな感じで、なんか鮭がちょっとだけやったから、ご飯になんか合うからさ、食べたい人食べてみたいな感じで、なんか食卓に置いてあったよね。で、うちのお父さんが、その親戚の5歳児のちゃんちょくに向かって、おぉ、ちゃんちょく鮭めっちゃうまいぞ、鮭食ってみって言うんよ。でもちゃんちょく食べたくないよね。まあ子供やからさ、なんか魚なんて美味しくないと思ってるやん。うん、食べへん食べへんって言うんよね、ちゃんちょく。はい。はい、ベンチャーかーい。で、美味しいから美味しいからってめっちゃ説得すんねん。別に美味しいか美味しくないか関係ない。今、ちゃんちょくはお魚を食べる気分じゃないから、魚食べへんって言ってんのにさ。うちのお父さんもとりあえずうまいから食え、みたいなのでね、美味しいか美味しいか、もう騙されたと思って食ってみっていうね。騙されたと思うんやったら食わへんわと毎回思うんやけどな、そのゼロ聞くたびに。でも最終的に食べへん食べへんって言ってて、無理やり、お、会社着きました。バス4回乗り継いでやっと会社着きました。どうも、ここでもまだセントあるんか。最終的にそのさ、ご飯の上に無理やり鮭乗せて無理やり食わせたんよね。ひどいことしてんなって、それ虐待ならへんのって思いながら見てるんだけどさ。そしたら、まあ、しゃあなし食べるやん。で、食べてお父さんめっちゃ感想聞くんよ。どう、やっぱ美味しいやろ美味しいやろって聞くよね。じゃあ、ちゃんちょくんが美味しくないって言うよね。まあ、さっきまでいやいやって言ってるもんやからさ、それは食っても美味しくないやん。嫌って思ってんねやからさ、嫌なもん無理やり食わされて美味しいなって言えるわけないやん。でも美味しくないって言ったよな、ちゃんちょくんは。じゃあお父さんが、ああ、あかんわ、これ、意固地になってるわ、っていう。もうそんなん絶対無理やん。もうちゃんちょくんは多分本当にさ、嫌いやからさ、食べてみても好きじゃないからさ、まずいって言ったんよ。それやのに、お父さんはなんか、これは意固地になってるわ、美味しいのに。もうなんか、食べへんって言ってしまった手前、まずいって言うしかないと思ってるみたいなことをね、言い始めるんよね。そんな、なんかそれ嫌やわ。もう見ててめっちゃ嫌い気味だったわ。ちゃんちょくんの意思ないやん、それに。お前の感情、お前の感想に、ちゃんちょくんの意思かん、なんか入ってへんやんけ、と思ってね。なんか複雑な気分になったね。見てて腹だったわ。あ、でさ、その、30分前に夕飯やったんやけど、今日鍋だったよね。これ別の日の話ね。鮭は別の日の話なんですけど、今日夕飯鍋だったんですよ。で、今回ちゃんちょくん一家と一緒で、うちの家族とちゃんちょくんの家族一緒になんか鍋食ってたよね。その時もちゃんちょくんがさ、なんか怒られててさ、ちゃんちょくん最近ね、あの、椅子にまともに座れなくなっちゃったよね。なんかデスノートの L みたいに、なんか椅子の上で足で折りたたむような体育座りみたい、体育座りみたいになんかカッコつけてるか知らんけどさ。最近その座り方にハマってて、それめっちゃ注意されるよね。行儀よく座りなさいって。ちゃんちょ、また足畳んでるで。協力されなさいって。でもなんか、いやいやいやって言ってる。ちゃんちょくんなんか変な言い訳するんよ。なんか足が痒いからとか変なこと言い訳するんよね。でも、そういう段階言われても直さへんから、だんだん周りがちょっとね、なんか怒りすぎて周りがどんどんイライラしてくるんよ。じゃあ最終的にね、なんか、ちゃんちょくんのお母さんが、じゃあもうその足いらんな、切るかって言ってくるんよね。怖って思って。やばい、これ以上放置しといたら、もうなんか、これ上いける？これ以上放置しといたらなんか怒鳴り声入るパターンやなって思って。僕、ちゃんちょくん怒鳴られてるの見たくないからさ、うわー、帰る、ちょ、か、会社に帰らないといけませんよ。あー、怖い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 。今、ちゃんちょくんが怒鳴られる前に、僕、さっさと飯食って、自分の部屋に待機して、ここで今ね、自分の部屋に待機したから、5分ぐらいでね、飯終わらせたよね。だから僕、あんま食べてないんですよ、今。だからあんま元気ないです。5分ならいい？ OK。なんか、体中が帯電してるときは近づいたらあかん系ね。ドラゴンボールのナッパみたいな感じね。なんかバリバリしてるときはナッパ強いやん。バリバリし、あ、死んだ死んだ。あ、おやすみ。会社で寝ちゃった。まだ会社来たばっかやのに。はい、ボス戦か？オッケー。じゃあこのボス倒したら終わりでいいかな。とりあえずは。どういうことだよな、エレベーター壊れて上からカエルが落ちてくる。さあ、どういうことですか、僕にはわかりません。ヘイ、ゲイ。いいよ。あ、怖い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 。結構ね、なんか、思ったより、この雷の当たり判定がでかいことがわかったからね。あんま近づかず、いやいや、あんま近づかずに行きたいね。はい。そもそもさ、鍋がそんな好きじゃないんよな。
からみんなでそのねテーブルの真ん中にあるものをつついて拾っていくっていうのが苦手なんよね。なんか汚くない？あーちょ急ぎすぎた急ぎすぎた勝負。倒した？あまたか。いいいいよ。はい、回復やん回復やん、それはありがたい。ね、序盤のボスって感じやな。そんな強くないぞ。ね、このコロナのご時世にさ、みんなの橋、みんな持ってる橋でついて食べるんやで。どうかと思うね、それは。このご時世じゃなくても汚いわって、ボロボロやで。せっかく会社来たのに。ちょ、これ怒られるって、まあ、その髪型社会人としてどうなんて言われるで、その服装。せっかくうちで用意したスーツ破って、みたいな。すいません、女子。めちゃくちゃ急いできて、めちゃくちゃ急いできて、急いだ結果ボロボロになりました。でも、この急いできた僕を、なんか評価して。ね、遅刻やって言いたいか、ね、遅れたって言いたいか、お前の髪型の方が遅れてるぞ。何やそれ、ハゲてんのかめっちゃ口うるさそうな自分のおばさんがいる。ザマスって言いそう。なんとかザマスって。あ、ね、これ、なんかこの怪しい人いんねんけど。誰この人。大丈夫ですか、生きてる。あ、止まった。これ僕の席？失礼しまーす。はい。これでゲームクリア。第1ステージクリアかな？第2ステージとかある？このゲーム500円ぐらいからさ、ボリュームがどれぐらいかわからへんのかな。あ、第2ステージあるみたいです。出張かな？主人公変わるかな？そういうわけではなさそう。まあ、はい、ということで、まあ次回。まあ、あるかないかわからへんけど、やっていきましょう。まあ、ただ喋ってるだけで楽なゲームなんで、また次回あると思いますということで、はい、ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。ウェーイ！します！